徳川真田の架け橋葵の稲姫ここに参上。お主はもっと力を寄ってまいるぞ。お主鬼となり影となり徳川の使い番であるこの旗印掲げるところに服部とあり、清康公の恩義に応える暗中飛躍の影奉仕各有我ら太治を助ける草の者伊賀忍将服部半蔵正成だ。浜松生まれのこのわしが15で殿に救われる。正義と忠義を胸に秘め赤い甲冑身にまとう。先方は譲らぬ、命は惜しまぬ。ただ前進あるのみ。戦場で赤鬼と呼ばれし我の名は伊直政。斬られた奴は前に出ろ。四天王の神狩りは家康公の片腕と味方が荒れでの陣太鼓長篠での奇襲戦、あまたの戦を指揮する東三河の旗頭四天王が筆頭坂井忠次。フレッド家康公葵武将隊you
日もね、お祭りながこのようにたくさんお集まりいただきましてありがとうございまする。我らグレート家康公葵武将隊と申しまする。知ってる人はい。おお、すごいすごい、ありがとうございます。おい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 、知らないよって方のためにも、我々は岡崎の観光大使も務めながら、毎週土曜日日曜日祝日にすぐこのグラウンドの上にございます家康館前にて演舞を、さっき見ていただいたような演舞を行っております。はい、その家康館では今のゲゲゲの鬼太郎展というのもやっておりますからね。そうじゃ、見に行った人、はい、あ、結構おるな、ありがとうございます。まだね、本当に昨日始まったばかりで10月までやっておりますのでね、はい、ぜひ皆様お越しくださりませ。さらには岡崎公園、もうね、これから数々のお祭りで盛り上がって、はい、参ります。この次の月、8月3日には花火大会もございます。そうじゃそうじゃ、はい、もうね、最大イベントと言ってもいいくらいじゃからの、はい、岡崎の、もう楽しみいっぱいでございますので、はい、皆様ぜひこの夏、共に楽しんで参りましょう。はいはいはい。さて、続きましては、なんと岡崎にはね、数々有名なものがございまするが、うん、皆様、ジャズが有名というのはご存知でございましょうか。ジャズね、うん、ジャズが有名でございます。こちらのジャズと岡崎の民謡五万石という歌をちょっとミックスさせて、この歌を楽しくみんなで踊って、ジャズも民謡も楽しくね、そうなんじゃ、していこうというね、なんとなんと、ジャズをな、武将が踊るんじゃな、はい、その名も五万石ジャズというはいはいはい、ものでございます。生まれたんじゃな、はい、こちら生まれてもう半年以上ね、そうじゃな、経過しようかなっていうぐらいでございますが、本日はもうこの場所で皆様と共にそれを踊って楽しんでいこうという、はい、そこでじゃあ、はい、今日はな、あら、なんとな、わしらに大きな援軍が来てくれてるじゃん。酒井殿、ぜひ呼んできてくださりませ。任せろ。はい、織田信長とかかな、どうしようかな。違う違う、援軍でございます。どうどう、誰誰協力、おお、参りました皆様。岡左衛門じゃ、岡左衛門、拍手、はい、そして岡左衛門と、岡左衛門、そしてそして、はい、そしてさあ、どうぞどうぞお入りください。はい、どうぞ。ジャズメッセンジャーズの小林殿でございます。はい、拍手、はいはいはい。今日はですね、このお二方が我々のジャズ五万石ジャズにですね、はい、お力を添えてくださるということでございますので、はい、心強いですな。はい、ああ、もうすごいよ、ヒゲでわし、ここしか見えないけど、ね、すごい三つ編みをしております。素晴らしい。岡左衛門に目立つこの三つ編みのヒゲ、はい、岡左衛門ってのはあれですから、五万石ジャズ意外と難しいですけど大丈夫ですかな。まあ適当に頑張るよってこと。頑張る、盛り上げるよってことで、はい、ということでございまする、はい、それでは早速参りますかな。そうだな、はい、踊りの方は我々武将を見て稲姫がレクチャーをいたしまするので、共に踊ってくださりませ。では踊りたいという方はね、ぜひ前に出ても、はい、前に前に、特に先ほど踊ってらっしゃったよさこいチームの皆様、はい、ぜひ前に出て踊ってくださいまし。踊れるよという子供たちも大歓迎でございます。岡左衛門、岡左衛門の方しか見てないじゃないか。岡左衛門の方しか見ていない。さあさあ、レクチャー始めます。では早速参りましょうかな。まず簡単にレクチャーした方がいいか、はいはい、ええかな。では皆様、ジャズにはポーズがいくつか出てまいりますので、はい、この、2つのポーズだけ覚えておいてくださりませ。うん、あの、岡左衛門しゃべるのやめていただけませんかね。岡左衛門しゃべるのやめていただけませんかね。せめてな、あの、こっち向くとかな。うはい、ではまずジャズポーズその1、皆様、オーバー系のポーズ、オーバー系のポーズしてくださいませ。オーバー系のポーズをしたら、まず右から最初、1、2、1、2と手を下げていきます。そうそう、まるでお洗濯をチャプチャプしているかのようなポーズでございます。1、2、1、2、これがジャズポーズその1、結構多く出てまいりますので覚えてくださりませ。では次はジャズポーズその2でございます。皆様、左手をシャキンと伸ばしたら、このまっすぐの部分に右手でザブザブと船が入っていくように、そう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 、子供たちも頑張ってるな。これがジャズポーズその2、船のポーズでございます。では次、今度ジャズポーズその3、もうね、これは欠かせません、指パッチ。指パッチできる人で、できる人はやって、できない人はね、つかでもいいからやってな。でタイミングは、うんぱん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 、素晴らしい。もうね、もうね、踊りが難しいという方はね、もううんぱんうんぱんだけやってもらえれば乗れまするので、ぜひよろしくお願いいたします。では皆様、早速本番でございます。踊れなくても見よう見まねでよろしゅうございます。岡左衛門と共に盛り上がってまいりましょう。はい、五万石ジャズスタート。最初は幽霊、1、2、3、4、スタート。
ね多いと思いまするがね、徐々に我々この踊り踊ってまいりますので一緒に、はい、YouTube も、ね、上がっておりますからな。そうじゃな、わしの姫とかね、はい、リーガーマサトラが踊る YouTube も上がっております。はい、ぜひねちょっと見て覚えて共に踊る機会があったら楽しんでくださりませ、はいはい、では一緒に踊ってくれた岡崎元ジャズメッセンジャーズ、はい、はい、皆様に大きな拍手を、はい、ありがとうございます。さあまたお二人には後ほど、そうじゃない、後ほどまた登場していただきまするので、はい、一度退陣拍手、ありがとうございます。また出てくるから安心してな。はい、はい、帰らない帰らない。はい、ではね、一度ちょっとそのまま座っていただくなど、はい、お願いをいたします。はい、はい、ちょっとね、岡左衛門で異様な盛り上がりをしてしまいましたので、ちょっとこの後やりづらいですが、今度は我々がちょっと最近、もう4月か4月にちょっとは、発表いたしました、ほうほう、青空という歌をお届けしたいと、歌って踊る、はい、思いますので、そちらもぜひ要チェックで、もしぜひ踊れるという方はね、踊っちゃって、歌えるという方は歌って、間にラップとラップの部分がございます。こちらは岡崎の方言をねちょっと入れ込んだり、武将の名前も入ってたりしますので、見つけてほしいの、はい、ぜひちょっとよく聞いて、あ、今の場所だという感じでぜひ活目してご覧くださりませ。お願いいたします。では早速参りましょうかな。半蔵殿お願いいたします。この曲じゃないけど乗ってみたい、今乗っとったで。ドゥデン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 、今初めて聞いた今。ではハンドとのタイトルコールを。青空、望むものが多すぎて選べずか一線を繋がる。
ました。いや、お空でございました。いやいや、これだけたくさんの中でね、踊れるのは気持ちいいことじゃの。皆様楽しんでいただきましたかな。盛り上がってるか。はい、ありがとうございます。はい、これにて我々の、ね、演舞は終了でございますが、この今日の、ね、我々の演舞を共に盛り上げてくださりましたね。はい。もう一度、岡左衛門殿とジャズメンセンジャーのよっ。はい、皆様にご登場いただきましょう。ありがとうございます。ジャズメンセンジャー。これ岡左衛門への声援がすごいの。はい、ということでございまして、いやいや、このですな、岡崎の星やからな。そうでございまする。我々こんな夏祭り、岡崎城がイエスコ夏祭りがな、さらなる盛り上がりを見せ、そして発展を告げ、岡崎がますます大きくなっていけ、そしてこの岡左衛門殿が総選挙で天下統一を成し遂げれるように記念いたして、皆で祈ろう。はい、皆々で勝ち時で締めたいと思う。永遠王の3回じゃ、皆もぜひ一緒にお願いしたいと思う。それでは皆の者、右手の準備をいたせ。勝ち時じゃ。それ永遠王。